始まるよ準備はいいかなはい、えっ、ー、と,とにします、えー、とテキストは67ページの、えー、と37行目ぐらいからですか。で、えー、とこれ最高裁の判決最高裁は事実認定しませんので結論の部分である主文とそれからそれに至る理由68ページのこの2行目からの理由ですねこれによって成り立っていると。 ちなみに、えーと、高裁の判決がおかしいというので、最高裁に上告竜書を書くわけですね。で、これが上告人の68ページの27行目から、上告人の代理人の弁護士が、うわーっとですね、ビやーっとに69ページ、70ページ、71ページ、長いですね、72ページ、73ページ、うるるる、こう書いていくわけですね。 すすごい長い長ですよねこれ見てみると、もういかにその審の判決がこれで遺、えー、言が無効だと言わんかったらもうどない数年ぐらいの勢いで,です、ね、書いてるわけですね。えー、ところが、えー、上告代理に頑張ったんですが、えー、最高裁としては本件上告棄却であると。 つまり2審の判決でよろしい、まあ、つまり1審2審最高裁とも結論同じということになりますねだとすると、まあ、かなり、えー、と裁判所の判決としては安定しているというように、えー、見ることができるかと思いますでその理由でございますがえっ、ー、と、うんえまあ、1点2点3点うぬで、えー、と受け取っているところがですねこの判事しているところが7行目から同2点同3点,3点という同3というのは これは、えー、と上告理由の2点目と3点目に関しての、えー、最高裁の判断です。原、え、審、ー、が適法に認定、えー、確定した1、某 A は妻である上告人 X1 がいたにもかかわらず、非上告人と遅くとも昭和44年頃から死亡時まで約7年間、いわば反同性のような形で不倫な関係を継続したものであるが、この間、昭和46年1月頃、えー、一時関係を清算しようとする動きがあったものの、まもなく両者の関係は復活、その後も継続して交際した。 で2、えー、非上国人との関係は早期の時点で某 A の家族に公然となっており、他方某 A と上国人 X1 間の夫婦関係は昭和40年頃からすでに別々に生活すると、その交流は希薄となり、夫婦としての実態はある程度喪失していた。3、本件遺言は死亡約1年2か月前に作成されたが、遺言の作成前後において両者の親密度が特段増減したという事情もない。 4本件異言の内容は妻である上告に X1、子である X 上告に X2 および非上告に Y,、えー、y に全、えー、遺産の3分の1ずつを依存するものであり当時の民法上の妻の法廷相続簿は3分の1であり上告に X2 がすでに突入で高校の講師をしているなど現判決の事実関係のもとにおいては 本件遺言は不倫な関係の維持継続を目的とするものでなく、もっぱら政権を防衛に頼っていた非上告人の生活を保全するためになされたというべきであり、また右遺言の内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものとは言えないとして、本件遺言が民法90条に違反し、無効であると返すべきではないとした原審、つまり二審ですね。 の判断は政党として前任することができると。原判決に諸論の違法はなく、論書は独自の見解に立って原判決を論難するものに過ぎず採用することはできないと。こういう形でございます。でよく考えてみると、これ68ページのこの、えー、とんということ16六目ですが、えー、当時の民法上の妻の法廷相続部に、現行法は半分なんですけれども、配偶者はね、えー、と子がいる場合です、えーと。当時は3分の1だったと。 とということは、もしこの遺言が無効だとしても妻の取り分自体は変わらないんですね。つまり、えー、とこの絵で図この図で見てみるとこの当時の、えー、と法律を前提にするともしこの遺言が有効だと、まあ、判断しているわけですけどもと x1x2y が3分の13分の13分の1だともし無効だったらどうなるかというと3分の13分の2になるというこういうことなんですね。 だから y X 2、YX2 娘が3分の1もらえるのか、それとも3分の2もらえるのかという、そういう話なんだと、だからこれ、もし全額、えー、Y に依存するという話になったら、また全然話は変わったかもしれませんね、3分の1、3分の1、3分の1だというところを捉えても、えー、と問題ないだろうという、こういう書き方、判決の仕方をしております。 はい、ということう、えー、この判決についての基本的な、えー、法律事項をこれから、えー、見ていくことにいたしましょう。 はいえー、とそれでは最高裁の判決を見てみることにします。えー、とテキストは67ページの、えー、と37行目ぐらいからですか。で、えーと、これ、最高裁の判決、最高裁は事実認定しませんので、結論の部分である主文と、それからそれに至る理由、68ページのこの2行目からの理由ですね、これによって成り立っていると。 ちなみに、えーと、高裁の判決がおかしいというので、最高裁に上告理由をかけですねで、これが上告人の68ページの27行目から上告人の代理人の弁護士が、うわーっとですね、ビヤーっとに69ページ、70ページ、71ページ、長いですね、72ページ、73ページ、うるるる、こう書いていくわけですね、すごい長いですよね、これ見てみると、もういかにその二審の判決がこれで、 遺言が無効だと言わんかったらもうどない数年ぐらいの勢いで,です、ね、書いてるわけですね。えー、ところが、えー、上告代理に頑張ったんですが、えー、最高裁としては本件上告棄却であると、えー、つまり2審の判決でよろしい、まあ、つまり1審、2審、最高裁とも結論同じということになりますね。だとするとまあかなり、えー、と裁判所の判決としては安定しているというように、えー、見ることができるかと思います。でその理由でございますが えっと、うん、えまあ一点二点三点うんで、えー、っと受け取ってるところがですね、この判示してるところが七行目から同二点同三点,3点という同三というのは、これはえー、っと上告理由の二点目と三点目に関しての、えー、最高裁の判断なんです。原、え、審、ー、が適法に認定、えー、確定した一 某 A は妻である上国に X1 がいたにもかかわらず、非上国人と遅くとも昭和44年頃から死亡時まで約7年間、いわば反同性のような形で不倫な関係を継続したものであるが、この間、昭和46年1月頃、一時関係を清算しようとする動きがあったものの、まもなく両者の関係は復活、その後も継続して交際した。で、2非上国人との関係は早期の時点で某 A、 の家族に公然となっており、他方防 A と上国に X1 間の夫婦関係は昭和40年頃から既に別々に生活するとその交流を希薄となり、夫婦としての実態をある程度喪失していた。3、本件遺言は死亡約1年2ヶ月前に作成されたが、遺言の作成前後において両者の親密度が特段増減したという事情もない。4、本件遺言の内容は妻である上国に X1、子である X 上国に X2 および非上国に Y,、えー、y に、 全遺産の3分の1ずつを依存するものであり当時の民法上の妻の法廷相続簿は3分の1であり上告に X2 がすでに突いで高校の講師としているなど現判決の事実関係のもとにおいては 本件遺言は不倫な関係の維持継続を目的とするものでなく、もっぱら政権を防衛に頼っていた非常告人の生活を保全するためになされたというべきであり、また右遺言の内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものとは言えないとして、本件遺言が民法90条に違反し、無効であると返すべきではないとした原審、つまり二娠ですね。 原判,判決に書論の違法はなく論書は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず採用することはできないとこういう形でございますでよく考えてみるとこれ68ページのこの、えー、と14ってというこが16目ですか、えー、と当時の民法上の妻の法廷相続部に現行法は半分なんですけれども配偶者はね えと子がいる場合ですよ。えー、と配偶者以外に相続人がいる場合には半分になるんですけれども、えー、と当時は3分の1だったと。ということはもしこの遺言が無効だとしても妻の取り分自体は変わらないんですね。つまり、えー、とこの絵で図この図で見てみるとこの当時のえと法律を前提にするともしこの遺言が有効だとまあ判断してるわけですけどもと x1x2y が3分の13分の13分の1だと。 もし向こうだったらどうなるかというと3分の13分の2になるというこういうことなんですねだから YX2 娘が3分の1もらえるのかそれとも3分の2もらえるのかというそういう話なんだとだからこれもし全額、えー、と Y に依存するという話になったらまた全然話は変わったかもしれませんね3分の13分の13分の1だというところを捉えても、えー、と問題ないだろうというこういう書き方判決の仕方をしております はい、ということで、えー、とこの判決についての基本的な、えー、法律事項をこれから、えー、見ていくことにいたしましょう。